この動画はパップテント初心者の猿が購入から実践までシリーズでご紹介しますので、パップテントに興味あるけどまだ持ってない方向けに制作しました。ご興味ある方はぜひチャンネル登録してご覧いただけると幸いです。ということで、今映っているのが猿が初めて購入したソロキャンプ用のパップテントです。何せソロ用のパップテントについて何の知識も経験もないため、どれを買えばいいのかよくわからないまま衝動的にポチりました。ネット上でパップテントを使ったキャンプの写真を見ていると、一番目を引かれるのがテントの前で焚き火をする様子です。パップテントでソロキャンプしている人たちは細かなスタイルや道具こそ違っていても、焚き火をメインに楽しんでいる様子が猿にはとても魅力的でした。猿の知人には赤熊さんというガチの群幕キャンパーさんがいるのですが、いきなりあのレベルを真似するのは絶対に無理なので一から試行錯誤してみます。そこでまず最初は先日届いてそのままになっているパックテントを開封して中に入っているものを確認してみます。最終的にはこのシリーズ動画のゴールである眺めの良いキャンプ場でパックテントを張って盛大に焚き火を楽しむことを夢見て一つずつやってみます。さてと届きましたね。で、はい、こんな感じかな。ぽいですね。まあ、自転車キャンプでね、パップテントは使わないと思う。で、これがボールですね。これが本体。こちらにも入ってるのが、あ、ペグですね。ペグは鉄製ですね。鉄製で、これが重たいんだ。まあ、パップテントね、椅子に置くとこんな感じだね。まあ、サイズ感的には大体これで分かりやすいんじゃないですかね。Amazon で購入した際、初期不良の場合は交換しますので、商品到着後、10日以内にご確認ください、という説明がありました。よりによって1月中旬という、1年で最も寒くなっていく時期に、新しいテントを買ってしまったことを少し後悔しつつ、しぶしぶ、庭で試し張りしてみます。初心者の方だとロープの結び方で戸惑うことがあるので、少し丁寧に写しておきます。長さ調整用のスライダーも付属してますので、これは役立ちます。何せ、ロープ止めが多いパックテントは、楽できるところは楽しないと、設営が面倒で億劫になります。結び方といっても猿がやっているのはごく簡単な方法で、スライダー側はロープが抜けないように簡単結びをするだけです。反対側も簡単結びを2回やって、ほどくときに引っ張るだけで良いようにするだけです。したがって、知らないと結べないような難しい結び方は猿はやっていませんので、そうした意味では、習うより慣れろでいいと思います。キャンプに行く前の日の夜とかに、手元にある紐などで、一度やっておけばわかると思います。設営方法については、正しい手順が収納ケース内側に印刷されていましたので簡単に紹介します。平らな地面に広げて四隅をペグで固定し、メインのポール2本を立ててロープを張ってポールを固定します。インナーテントを吊るした後で、テントの前側を跳ね上げて別のポール2本を立てて固定するということです。ただし、できれば先にメインポールを2本立ててから、テンションかけて四隅をペグダウンした方が綺麗に貼れそうなので、その方法で挑戦してみました。写っているのは初めて袋から出して貼った時の様子なので、ロープに必要な結び目がついておらず、全部で6本あるロープにまずは結び目を作っていきました。猿は過去に三角柱を横に倒した形のテントを貼ったことがあるので、その時の記憶をたどればなんとかなるだろうと高をくくっています。映っているように1本のポールだけ不安定な状態で立っているときは、倒れないように気を使います。というのも、最初の2本のポールを一度も倒すことなく設営できれば、設営後に汗ばむような疲れはないのですが、逆に、
立てたり倒したりを繰り返してしまうと予想以上に疲れます。建築で言えば棟上げの工程と同じではないかと思うのですが、不安定な状態から安定した状態に移り変わる瞬間が一番気を使います。人によってやり方は違うと思いますので正解はないと思いますが、猿の場合はペグを打つ、ロープをかける、ポールを掴んで先端をハトメ穴に入れポールを立てる、ロープをポール先端にかける、ロープの長さを調整するという順番で一気にやることを心がけています。そうすればポールを立てたり倒したりを繰り返してしまうようなことが減って楽だと思います。ペグを差し込むループは、映っているように、黒いベルトで、長さ調整するタイプでした。購入時は、すべてのループが、一番、短い状態になっているため、一つ一つ、ベルトを緩めて、ループを広げるだけでも、時間がかかります。ドーム型テントと違って、この、ペグ用ループも、全部で11箇所もあるので、キャンプ場に行く前に、あらかじめ、広げておきたいところです。こういう作業は、やはり、事前に確認しておく方がいいですね。Amazon の口コミでは、使っていくうちにループが外れてくるという情報が複数あったのですが、猿が確認した限り、ループ自体の強度や、縫い付け方は、特に問題なさそうなので、その点は安心でした。跳ね上げるためのキャノピーポールは入っていなかったので、家にあった細めのポールを使ってみました。太さが16ミリの短いポールを4本つないで152センチにしたものを2本組み立て、ひさしになる部分を跳ね上げてみます。キャノピーがあると小さい屋根のような感じなので、日光や雨がしのげる快適な空間を作ることができそうです。もちろん、キャノピーはタープほどの大きさはないですが、ソロキャンプだとこれでも結構役立ちそうだと感じました。テントは建て終わったのにペグが7本も余っているのが謎でしたが、インナーテント用であることが後で分かりました。ベッドで探しても見つからなかったので報告しておきますが、テントを張ったエリアの広さは横が450センチで縦が300センチでした。これは一番端のペグから反対側の端のペグまでの長さになります。とりあえずね、立ててみて気づいたことね、ちょっと思った順に行きますけど、まずね、あれだね、ペグはちゃんとこれ地面までね、深く刺さないと、せっかくスカートがあってもこう地面から浮いちゃうね。なんか以前持ってたね、あのパップテントもうだいぶ前だけど、あれはねスカートついてなかったんだけど、今回ついてるのでどんな感じで隠れるんかなと思ってちょっと楽しみだったんだけど、ペグをね一番下まで打ってないと結局ね意味がないですね。ここなんかちょっと石があったもんでね、あの避けて打ったんだけど、そうすると、スカートがね浮いちゃって、なんか風が通っちゃうし、あの夏だったらね虫が入るとか、まあ雨とかねいろいろあるので、ペグは下まで打たんといかんかなと思いましたね。下まで打ってればねやっぱスカートがあると、いいなというのは思います。あと、やっぱね、このコットンが 35% 入ってんのかな。これはいいと思います。あの、軍のね、本物のやつと違って 100% コットンじゃないので、まあ軽いですし、まあ雨とかもね、ポリが入ってるから、ちょっとこう弾いてくれるような、その防水性も多少ありそうですし、まあ軽くてね、っていうのが一番いいよね。あとは気づいた点としては、この内側にね、こういうループがついてます。この、三角形の斜面のね、ここが一つ目、ちょっと見にくいと思うけど、それから二つ目、ここについてますね。それからこっちが三つ、四つで反対側も、ここね、五つ、六
つ、7つ、8つですね。はい。これはね、こうなってるので、外側とワンセットだね。これね。ここのね、ジッパーを開けて、くるくるっと開けた時に、それをここで留めるというね、そういうループですね。で、それ以外のループとしては、この上側についてるかな。ちょっとこれも見にくいと思うけど、この端っこに1個、それから2個、そしてここはループと、これはランタンハンガーかな、3つ、で、4つ、で、この端にも1個、ついてますね、ここにありますね。ちょっとちっちゃめのやつね。これが多分、インナーを吊るすやつかな。うん、今ね、結構パンパンに張ってるんだけど、それでもやっぱりこうね、ドームのようにね、内側からこう外に向かってね、張り広げてくれるわけじゃないので、なんかちょっと重たいランタンとか吊るしたらこうね、下がってくるので、まあこれはしょうがないよね。パップテントはそういうもんだろうなと思います。で、今初張りでね、何の調整もまだしてないですけど、その時にこう内側のね、ポールからポールの間、ちょうど200センチだね。だから200以内、身長、私だと180なので、まあ、それだったらね、まあ、ポールに足を当てずに眠ることはできるかなという感じですね。なるべくこのポールをね、外側にしてみた方がいいのはいいよね。はい、なるべくね、頑張ってポールをね、外側にね、なるべくこう出してみたんですね。これ以上出すと、ちょっと、風に弱くなるかなとか、中央がたるんじゃうかなとかいうね、限界で、今、サイズが220ですね。だからまあ、220ぐらいまではね、ポールとポールの間で確保できるかなというのが、限界かと思います。もうちょっとやろうと思えばね、できなくはないんだけど、あんまりそれはやりたくないですね。強風とか夜中にね、雨がね強まった時なんかにね、緩んじゃうというかね、ボールがね、最悪倒れちゃうんで、それはしたくないかなと思うので、まあ適正は220が限界、まあ、やっぱり210ぐらいまでにした方がいい気がしますね。地面との間に隙間があった部分はペグを打ち直しています。ポールに付属してた雨水の浸入防止の傘みたいなのを差し込みましたが、これが本当に役立つのか今の猿には分かりません。あとはね、中に入って、まあ、座ってみてね、思うことなんですけど、まあやっぱりね、ここの部分サイドウォールがないので、バッチリね、思いっきりね、ここが開いてますから、まあ腰掛けてね、前見てる分にはいいけど、横見ると横のサイトとかがあるとね、思いっきりまあ見えちゃうっていうのはありますよね。まあそれは仕方ないかなと。サイドウォールあると逆にね、今度はテントが重たくなるし、通気性は悪くなるんでね、冬はいいけど夏は暑かったり、まあ焚き火の煙なんか入ってくると煙たかったりというのでね、まあ長所短所あるんですけど、私の場合は軽い方がいいのでね、これはこれでいいかなと思いました。カークテントで使う椅子についても確認しておこうと思います。長時間座った時に一番楽なのはハイバックチェアです。映っているのはカスケードマウンテンテックの折りたたみチェアですが、猿が過去のキャンプ場で一番よく使ってきた椅子です。軽くてコンパクトに収納できるので移動時には便利で、展開すると背もたれが適度に楽な角度で、しかも高くて硬めの首枕がすごく気持ち良いです。この椅子だと跳ね上げたキャノピーの下で使う場合は気持ち良くて最高ですが、雨が降ってると足はキャノピーの外にあるので濡れてしまいます。またテント内部に入れると頭が疲れてしまうのでダメでした。続いて極点スタックのミニディレクターチェアです。折りたたんでも小さくはならないですが、アルミ製なので軽く、
座った時に頑丈な印象の安定感がある椅子です。通常のディレクターチェアより小さいので、キャノピーの下だと余裕があり、テント内に入れても座ることができました。ただし姿勢正しく腰掛けると頭に当たるので、前かがみで焚き火をするか、後ろのめりに体を倒して座ることになりそうです。キャノピーの下で焚き火をするときには、おそらくこれがベストだと思いましたが、くつろぎたい時間だと、いまいちな気がしました。座面が同じぐらいの高さで、しかも、くつろぎやすい姿勢で座れる椅子は、ムーンレンスのキャンプ椅子です。ディレクターチェアのような頑丈なフレームはないですが、やや体を倒した姿勢で座り続けることができるので、気持ちは良いです。キャノピーの下だと頭の上にもかなり余裕がありますし、焚き火いじりは、やりやすくはない姿勢ではありますが、不可能でもない感じです。思いっきりテント内に入ってみると、やはり頭の上には余裕がなく、雨が降ってテントが濡れてたりすれば、濡れた布が頭に当たるのは厳しいです。テント内など頭上にランタンハンガーもあるので、それが当たる点も少し気になります。この椅子の場合は 2way 仕様なので、足を折りたたんで、グランドチェアのようにしてみました。これだと、座面がさらに低くなりますので、テント内にいても、頭に少し余裕がある感じになりました。くつろぐ目的で、このカップテントでキャンプをする場合なら、おそらく、この椅子の、この使い方がベストだと思いました。ただし、ここまで座面を低くするのであれば、いっそのこと、椅子なしの地べたスタイルか、背もたれだけの、キャンプ用の座椅子でもいいような気がしてきました。背もたれがあるので、テント内でスマホを触ったり、読書したりするにも使いやすいマットチェアだし、夜キャノピーを閉じた後も、狭い空間で使いやすい椅子です。100円ショップで売ってる小さいマットなどを併用すれば、さらに座り心地は良くなりますが、背もたれが低く、完全に寄りかかることができないのが少し課題です。試しに、キャンプ用の座椅子に座った後で、ハイバックチェアに座ってみると、恐ろしく快適なので、やはり、キャンプで使う椅子は大切だと思いました。キャンプ場でパックテントを使うとなると、開放的な前面や側面は、一時的にクローズできれば便利そうです。と言っても、わざわざキャノピーを閉じるのは面倒くさそうなので、一時的に目隠しするために、キャンドゥで売っているミニタープが活用できないか試してみます。キャンドゥのミニタープはサイズが 150cm×200cm なので、もしかするときったり使えるかもしれません。カープテントを初めて張ってみて思ったのですが、確かに、前面を大きく開放できること型のテントにはない魅力っぽいですが、反面、キャンプ場に着いた時は、たまたま運よく空いてて、眺めの良い場所に設営できたとしても、後で来たパーティー系のキャンパーさんたちが目の前に設営すると、状況が変わることが過去にもよくありました。また、キャンプ場に着いた時は天気が良くても、突如雨が降ってきたり、風向きが変わって、テント内に風が吹き込んでくるようなことも当然考えられます。猿が作業を始めると、偶然にも、測ったように、強風が吹いてきました。ミニタープの上部分はポールに引っ掛け、下部分はペグで固定することで、思った以上に感じよく風よけを作ることができました。これは使えそうです。正面からの目線が気になるような状況になった場合でも、幕内を少しだけ目隠しするような使い方に応用できそうです。思った以上に便利です。側面の目隠しにも使えないか、もう一つのミニタープをかけて試してみます。今度はタープの短辺のハトメリングを使って、キャノピーポールとメインポールにまたがるようにかけてみました。なんと、これも思った以上にぴったりです。いやー、素晴らしいね。キャンドゥのタープを2枚貼ると、このサイドボールの部分がね、ガバッと隠れるので、で、前面もね、ちょっとこう、たるんでるんでね、長さが違うんで、どうしてもね、隙間が空いちゃうんですけど、ただそれでもね、プライバシー感はね、かなり確保できますね、さっきに比べるとね。これはね、いいかもしれませんっていうか、めっちゃいいです。キャンドゥタープね、1枚550円なんで、これ、2枚
あれば前と横とか、あるいは両横とかね、余ってるペグね、入ってるやつでできますので、これねいいと思いますね。なかなかいいと思います。そうそう、補足ですけど、新しいポールは立ててません。今立ててるこの4本のポールの先端を使えばできますので、新たなねポールはいらないので、とっても便利です。長くなってしまいそうなので、シリーズ1回目はこの辺りで一旦切ろうと思います。バークテントは猿が思ってた以上に高機能だったので、まだインナーテントも張れてませんが、アウターの側面を開く機能なども次回で紹介します。バークテントは構造が単純なので、拡張したり工夫できる余地が多く、100円ショップのアイテムを使えば便利な使い方がたくさん発見できそうです。まだ実践で投入していないので何とも言えませんが、そうした意味でも今後が楽しみになるテントでした。まあしばらくはですね、雨が降ったり強風が吹いたりしてね、でこのテントこのまま放置してね、まあどのぐらい内側にね水が入ってこないか、防水性があるかとか、まあ強風に対してね張り綱が、まあ、緩みにくいかたるみにくいかとか、まあそういうのをね確認しないと、まあ何とも今の視点では言えないですね。まあテクニカルコットン、そのコットン 35% っていうのが、僕が以前持ってたちょっとでかいね、いやパップテントっていう名前じゃなかったけどね、シェルターだったかなんか、そんな名前のやつだったけどね、まあ機能は全く一緒ですけど、それと比べるとね、テクニカルコットンっていうのは、まあ頑丈なイメージもあるし、まあやっぱ火に強いっていうのは事実だし、かといって綿 100% みたいなね、ガチの軍膜よりはね随分軽いし、まあ一般用っていうかレクレーション用としてはね、とってもいいんじゃないかなっていうのは思いましたね。はい、色がねベージュっていうかサンドっていうかね、まあこれは汚れやすいと思いますけど、まあそれはねもうキャンプするんだったら汚れる、僕は特にねそういうのはどうでもいいかなっていうのは思いますね。まあ穴が開いてきたりね、チャックが壊れたりね、ハトメの周辺がねなんかいかれたりとか、そういうやっぱ共同的な問題があるのが一番心配なので、そこがね、まあ、強風が吹いたり雨が降ったりした後でちょっと確認しておきたいなっていうのは思います。小さい頃にねボーイスカウトとかでね張ったようなテント、ああいうイメージがどうしてもね群幕ってあるんですけど、まあちょっと懐かしい感じがしましたね。あの辺のことを思い出しましたね。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。これはかなりクローズな感じですね。かなりクローズですね。ここにこう入れてやると。